はい、こんにちは、村野さとしです。今回はですね、職場の仲間、これについてお話します。学級崩壊講座タス授業開きの授業、2024年3月23、24、25、3日間限定配信いたします。はい、時々ですね、私職場の中で浮いてるからとかね、職場の中でなんか仲のいい人が見つからなくて困ってるんだっていう悩みを、聞くことがあります。でもね、大丈夫です。もう本当にね、職場の仲間というのはですね、まあ、その教育というね、子どもたちを成長させようという目的のもとに集まってる人たちですよね。みんな仕事で集まってるわけですよ。ですから本当にね、その職場での人間関係というのは、いわゆるね、友達にはね、絶対なれないんですよね。ですからね、こう仕事を一緒にしてて楽しい人っていうのはもちろんいますよ。ですからね、仕事を一緒にやろうというね、そういう仲間なんですよ。しかもたまたまね、その学校に集まっただけの仲間なんですね。ですから本当にね、私は思うんですけど、その職場限りのお付き合いだっていうことがね、多いんですよね。これ私ね、別に職場の人とね、仲良くするなって言ってるわけじゃないんですよ。仲良くした方がいいんですけども、ただそれはあくまでも教師という仕事のもとに集まっている人たちが、まあ、その仕事に向かって頑張る中でね、こう築き上げられるものなんですよ。ですから職場の中でね、仲のいい友達を見つけたいっていう人がよくいるんですけども、友達はね、見つからないことが多いと思うんですよ。私も一回そういうことで悩んだことあるんですね。なんかその職場でこうみんなと仲良くしたいんだけども、なんとなく、ちょっと違うなっていう感じはするんですよね。例えばね、昔は職員の間で職員旅行っていうのがあったんですよ。まあ1泊2日ぐらいでね、どっか、他のところに行って、まあ、飲んでくるみたいなやつです。でもそれでもなんかこう、私は若かった頃ですからね、でもなんかこうみんなとね、楽しくないんですよね。だからやっぱり友達じゃないんだなって思いました。その別にね、一緒に飲んだり一緒に喋ったりすることはあるんですけども、まあそれ以上の関係にはならないんですよね。ですからね、やっぱり実は職場の人間関係っていうのは、やっぱりね、その職場にたまたまいたからこう構成されてる人間関係なんですよね。まあそれが証拠にですね、移動後のお付き合いですね、もし本当に仲良かったらね、移動してもこう付き合うじゃないですか。ところがですね、これもほとんどありません。私の場合だけでしょうか。皆さんどうですか。移動した後、その移動する前の学校の先生たちと仲良くずっとされてますか。私はね、本当にね、そういうのないんですよね。まあ唯一ですね、私が退職した後もこうやってね、教育のことを配信しているということもありまして、まあ、その関係でいろいろ私に声をかけてくれる人だとか、まあ、その関係で私も一緒にその人と遊びに行ったりということはありますけども、でも本当にね、そういう人って少ないですね。元同僚で今でも仲良く定期的に付き合っている人っていうのは、おそらく私一人か二人ぐらいしかいないと思いますね。あとは逆に同じ職場じゃなかった先生、他の場で会って時々一緒に会おうっていう先生いらっしゃいますけども、まあそれでもね、私が教師を辞めて、相手も教師を辞めて、それでもこうね、お互い飲もうよっていうことにはなかなかなんないと思うんですよね。私一人だけね、Facebook で、まあお互いね、教員なんですけども、私が時々 Facebook に上げているお酒のね、話題で仲良くなった先生がいるんですよ。で、その人とはね、なんとなくね、一緒に時々会うんですよね。まあですから、そういう関係だったらね、いいなと思うんですよね。はい。ですから、まあ本当にね、友達ってそんなにたくさんはいらないっていう人もいると思うんですけども、でもやっぱりこう職員でね、私みたいに30何年も教員をしてきて、それでも今でもお付き合いのある人っていうのは多分1人か2人程度なんですよ。だからやっぱりね、職場の仲間というのは本当その職場限りのお付き合いだということをね、特に若い先生はね、肝に銘じておいてください。もう本当別れたらもうそれっきりっていうことが多いですよね。ですからやっぱりね、友達じゃないんですよ。まあ本当に仲いい人はね、時々、移動した後も時々集まってね、みんな飲み会なんかして楽しんでるっていう人たちいます。でそういうのは友達に近いんだと思うんですけどね。まあやっぱり職員の仲間っていうのはその職場限りだということをね、覚えておくといいんじゃないかなと思います。
はい、3月の23、24、25の3日間ですね、学級崩壊講座プラス授業開きの授業の講座です。これは、リバイバル講座ですね。私がかつてやった動画なんですが、この時期に毎回リバイバルしています。まあ、今回はですね、授業開きの授業というテーマを3つ加えて、公開いたしますので、よろしかったらお申し込みください。はい、というわけで今回は職場の仲間というのはね、友達じゃないんですよって話をしました。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。